こんにちは。行月での定番リーブキー作といえばキャロットラペ納品ですよね。今回は現在のキャロットラペ納品の時給がどのくらいになったのかを調査してみました。マケボで見てみるとキャロットラペ1個の価格は633ギルでした。リーブ100枚分でキャロットラペ300個が必要ですので18万9900ギルの支出になります。さて、それでは納品していくことにしましょう。納品前にターゲット対象を NPC だけに変更しておくと他の人が納品していても限らないで済むので納品作業が少しだけ楽になりますね。 NPC だけを限るようにする設定についてはこちらの動画にてご説明しています。説明欄に URL を貼っておきますのでよろしければこちらもご覧ください。納品開始時間は5時13分です。ここからしばらくは長いので飛ばしましょう。納品作業が終わったのは5時27分ですね。購入から納品までだいたい15分ちょっとで終わりますね。リーブ100枚分納品して101万3224ギルもらえました。キャロットラペの購入代金を引くと82万3324ギルとなりました。1ヶ月に取得できるリーブ券は約200枚弱です。購入代金を除くと160万ギルくらいの稼ぎが期待できますね。マケボでのキャロットラペの価格ですが霊式が始まる前後に高騰する傾向がありますがしばらくするとまた落ち着くようです。次の新しい霊式はパッチ 7.0 で実装が予想されます。パッチ 7.0 まではあと1年くらいありますのでそれまでは毎月160万ギルほどが安定して稼げると予想されます。パッチ 7.0 が来るとまた新しい稼げるリーブ納品が登場すると思いますのでそちらも楽しみですね。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録などしていただけますとめっちゃ喜びます。